久保さん今回心心理理学学にしましまょうか心理学、まあ、僕もね毎月やっぱ商品売ってきて結構手数増えてきて、まあ、前ももちろん売ってましたけど、まあ、より洗練されてきたかなと思って特にまあ自分の商品今使ってね毎月売ってますんで, <laughs> で思ったことが、あのー、単純に商品なんでもいいんですよ本当に結局商品は手段なんですね 稼ぎ方は手段なんですよじゃあなんで人はハローワーク行った時にあのまあ9割まあ、1割の人はちょっと違うかもしれないですけどハローワーク行った時にどこ見ますかと基本給見ますよね9割の人は多分仕事の内容じゃないですよだから仕事はあくまでも金稼ぐ給料もらうための手段であってもしそれが本ちゃんだったら給料見ないですよもしそれが本数字だったらね 仕事の内容じゃないですかだけど必ず見るのが給料なんですよつまり何が言いたいのかというと結局のところ金稼ぐ方法だったりとかいろんな職種ありますけどあくまでもそれは生きていく上での手段にしかならないと手段,手段として見てるというとこなんですねじゃあここは何が言えるかというとで例えば A っていう商品を売ります A っていう手段が要はお客さんとマッチングしてだから例えば分かりやすく言うなれば A っていう会社は自分に合ってるのか合ってないのか確かに給料はいいんだけども合ってるのか合ってないのかっていうここのマッチングするかどうかっていうのが非常に大事なんですねだから何がこう売るときに大事かっていうとそのいかにこのマッチングさせる見せ方をするかってことですね だからよくセールスレターでもねまあ求人広告もそうなんだけども初心者大歓迎っていうのは一生消えないですよでなんで初心者大歓迎っていう求人広告のキャッチコピーが消えないのかっていうとあ自分でもできるんだって思うからなんですよねだから商品が売れないってことはその人に合ってるか合ってないか合わせ合わせてるか合わせてないかなんですよだけどもそこに 興味,興味をまず、第一、だからそれが最終段階なんですけど、第一フレーズとしては、興味性を出さないといけないですね。まあ、見てもらわないとね、そもそも、そのマッチングもクソもないわけですよ。だからマッチングアプリとかもありますけど、マッチングアプリを開かないとマッチングしないんですよ。だからマッチングアプリに興味を持たさないといけないんですね。じゃあ、その興味を持たせるために何をしなければいけないかっていうと、気づかせるってことですね。何に気づかせるかっていうと、特にお金の問題、お金に関しては超簡単で、恐怖なんですよ。 恐怖を気づかせるってことですねこ気づいてるようでみんな気づいてなくてだって年金2000万問題ももう出てるし100歳まで生きたらどうするんですかいくら必要ですかそれ考えれば誰でも分かることなんですよじゃあ今の会社の給料はいくらでじゃあ退職金がいくら,いくらぐらいもらえてこれも調べればね先輩上司とかに聞けばいいじゃないですか退職金どれぐらいなんですかとかねまああとデータを見れば分かると思いますし何が分かるかっていうとじゃあ会社の生存率ですね このの会社が年年後40年後本当にあるのかっていうところもデータである程度出てるしね自分の会社の決算書もね見せてくれるかどうか分かんないけども上場してれば一般公開してるしだから分かるんですよだけど分かるんだけど分かってないですよお金は必要だよねっていうだ必要なんだけどもそこを深く分かっていない深く理解しようとしていないただ惰性で生きてる人が非常に多いです なそこに気づかせてあげると。いや、必要でしょうと、お金。どう考えても必要でしょうと。何歳まで生きるんですか生きたとしたら、まあ、明日死ぬかもしれないですけど、100歳まで生きたらどうするんですか金と。年金もらえたとします。でも、70歳からの年金支給だったら、60歳から70歳までの10年間どうするんですかと。その時に働く場所はあるんですかとか、まあ、そういうのを考えればわかるんだけど、考えてないんで <laughs>。 そういうのを気づかせてあじゃあ確かになお金必要だよな老後必要だよなってなってきたらじゃあお金を稼ぐ手段何があるんだろうっていうお金に興味が出るわけですよね。でそこでじゃあこういう手段はあなたにすごくマッチングしてますよなぜならばとかねだから興味性を出してで恐怖を与えて恐怖を気づかせる与えるというか気づかせるんですよね事実なんで嘘言ってるわけじゃなくてその、えー、事,事実をもとにね ちゃんと言って気づかせてあげて興味性を出させてじゃあ手段何いっぱいありますよとでこの手段はあなたに合ってますってことですねでそのあなたに合ってるっていうこの見せ方切り口のところをこういろいろあだことやるだけであてでもうテンプレート化ですよこんなのはね完全にテンプレートしてますテンプレートですもうテンプレートですねうんうまああとはなんだろうなその興味の フックもまあ一番あのベタてベタなテンプレートが恐怖なんですよ。でいろんなその興味性ってあるんですね。例えば値段が安いっていう興味性だったりとか、えー、簡単っていう興味性だったりとか、片手間自動でっていう興味性だったりとか、なんかその興味性はいろいろ変わるんだけども、ただ一番ベタ誰でも刺さるっていうことであるならばそのそこですよね恐怖ですね気づかせるっていう。 うん、じゃあなんで人は、うん、東北大震災のあと、えー、放射能機能のキットを買ったんですか。なんで今,今、今ね、今めちゃめちゃ市場で売れてるものって何ですか、はい、今めちゃくちゃ市場で売れてるのは、こちらですね。これめちゃめちゃ売れてます。これなんでみんな買うんですか前買ってないのに。今ね、もう工場休まず、全稼働でこれ作ってます、こういうキット。なんで買うんですか 恐怖だからです。恐怖は人を動かすんです。これめちゃめちゃ今売れてますよ。めちゃくちゃです。だからこれ転売したら売れるんじゃないですかね <laughs>。マスクもそうですよね。どうですかマスク1万円でも昔買ってる人いたんですよ。なんで買うんですかだから恐怖は人の行動を促す。もうこれはもうしょうがないですね。しょうがないというかそういうロジックなんで。 まあ一番早いのはその恐怖に気づかせるっていうことですね。人を行動を動かせる考えさせるっていう。だからその賃貸と えー、一軒家のこの論争もありますけどそれを考えさせたらどっちがお得なのかどういうところに気づ恐怖う例えばこ,これもね例えばなんだろう賃貸物件を売るとするじゃないですかじゃ賃貸物件を売るとするならばどういう恐怖に気づかせることができるのかっていうとじゃあ一軒家買いました地震で崩壊したらどうすかと、まあ、地震保険もあるかもしれないけど津波で流されたらどうですかとでも賃貸の場合は別に引っ越せばいいよねと。 でも、一軒やかってね、確かに最初はいいかもしれないと。でも、地震、南海トラフ、なんちゃら、今、地球規模ですごい起こってると。じゃあ、それ、倒壊したらどうしますっていう。何千万も払って戻ってこないですよと <laughs> え。賃貸の方がフレキシブルに動きませんと。で、価格はこれです。みたいなね。で、今、先着何名です。みたいなね。で、お客さんの求めてるニーズ。 お客さんがなんだ、えー、こんなお部屋探してたんでぴったしですとキッチンもおあのなんだあのご,ご要望通りこんな物件ですとでお客さんが求めてたあのバスバスもこんな広いですみたいなで価格はこれですみたいじゃあその一軒家を売る場合はどうすればいいのかっていうと、ね、どういう恐怖があるのかっていうとじゃあ賃貸物件でなんだあやるとします。 ね、じゃあ、70歳、80歳になって給料を、ね、あのもらえなくなったときどうするんですかと、賃貸払いますかと、年金問題もありますと、え賃貸払い続けられますっていう、じゃあ、一軒家をね、もうローンを、ね、早めに組んで、早めに終わらせとけば、老後、家賃払う必要一切ないんですよと、しかも資産として残ります、売れますと、最悪、でも賃貸は売ることはできないと。 だから買うんだったら資産価値がちゃんとあって10年後20年後を想定して、えー、仮に売った場合でも落ちないこの物件がいいですよみたいなはあみたいになりますよね多分ねとかねまあそんな感じですかね <laughs> そうかこれはねまあ人がの心理ですね心理心理なんです でも、そこはね、まあ、初心者の方は難しいと思いますんで、まあ、難しいですね。勉強していろんなことやって <laughs>、いろんな経験しないと、ここに至らないので、うん。だ僕がなんで毎月、毎回商品5年売り続けてるのかっていうと、こういうのをいろんな、その、なんか使い分けてるわけですよ。ああ言えばこういうっていうね。<laughs> じゃこれがだめならこっちどうですかっていう話ですよね。じゃこれがだめだったらこっちありますよと。 いやこれもできないんだったらこれ最後ありますよとじゃあもうじゃあじゃあじゃあこんなのもありますよとかね <laughs> もう,もうそ,そのあのー、いろんな切り口であのぶつけていくって話ですだから逆に言うとそれがずっと永続的にビジネスをやる一つのコツでもありますねうんそうまあでも大まかなそのポイントは変わらないですけどね大まかなポイントはうん だからちょっとずつちょっと変わっていくものによっても変わっていく扱う商品によってもそのどういう切り口で切り込んでいくかによっても変わりますし、うん、例えば FX の商品を売るんだったらネットで集客できないですよねと、まあ、そのペルソナが、ね、ネットビジネスをやろうとしてて挫折した人なおかつ集客がなかなかできなかった人に対してのペルソナであるならばいや FX はトレードでエントリーしたらもうこれで理学ですよと。 今まであなたはね、ネットビジネスやろうと思ってね、頑張って動画撮ってみたけど、頑張ってブログ毎日接続を書いてみたけど、アクセス集まりました。稼げた金額いくらですか ?100 円ですかと。100円でどうやって飯食っていくんですかでも FX だったら、ワンエントリーね。で、1万とか2万は抜けますよと。もちろんこの手法はね、1回でねなんか何千、何千万とか稼ぐ方法ではないけど、たったワンクリック、まあ2クリック、3クリックかわかんないけども、それであの1万稼げる手法ですと。 ね、お金を稼ぐっていうことにフォーカスするんだったらサンクリックで稼げた方が良くないですかと。だったらこの手法を学んでね、えー、やってみてくださいと。だからその、ペルソナによっても変わりますよね。うん。ペルソナによってもキャッチコピー変わるし。うん。まあ、難しいっすね、久保さんね。<laughs> ちょっと上級の話なんで <laughs>、理解できないと思いますけど <laughs>。でも、大まかな心理は一緒ですよ。人間の心理っていうのは。 だってマスク買ったじゃないですか。検査キットバカ売れしてるし、放射能キットも売れたし、水も売れるし、でも今、水売れないですよ、爆発的には。っていうのを見れば分かりますよね。でも見てないんです、そこ人がどういう時に圧倒的に需要が高まるのか、どういう時に行動が、みんな行動しないけど、どういう時に行動するのか。ですよね。行動心理学みたいな。 行動心理学にしましょうか。言ってらっしゃい。